里崎チャンネル。ちょ。こんにちは。いや、佐藤さん。はい。めっちゃ日焼けしてますね。そうっすか。いや、めっちゃ日焼けしてますよ。この見てください、この色の差。もともと黒いですよね。まあもうそうですね。もともと日焼けちょっとしてる肌ですけど、はい、それでも今日見た瞬間、うわーちょっとあの休暇をいただいてまして、はい、あのバカンスに行ってました。あのゴーグルかなんかつけてました。メガネ、はい、これパンダにしてますよ。あ、そうそう、サングラスかけてます。ずっとだからお土産買ってきました。お土産やったー。僕が一番好きなチョコレートなんですけど、はい、あのモルジェブに行ってきたんですけど、モルジェブって土産とか何もないんですよ。へえ、そうなんですか。ほぼ買うものが、はい、だからその中でも僕が一番好きなココナッツチョコレート、はい、ありがとうございます。これは本当のお土産です。はい、あのもらったものでもじゃあなんでちゃんと買ってきました。これ自分土産ありがとうございます、はい、だから今マップです。だからあのモルジェブ旅行記撮ってきたんで、はい、それあの大編集して、はい、佐々木の休日で流します、はい、あとモーニングルーティーン撮ってきました。おお、ちょっと流行ってるやつ、はい、乗っかって、はい、一番最初何をするのか、はい、それはこれからあの全力で編集して、はい、あの全力であの皆さんが納得するかどうか分かんないですけど、はい、あの佐々木の遊びを見てもらおうっていう、はい、でも、そうですね、まあ、でもまあだからあの旅行行ってる間にすごいことが起きてて、はい、でなんかネットの SNS の中ではなんか里崎発言しないのかっていうのを言われてたんですけど、いや休暇中じゃないですか、はい、そんなあの休暇中に発言するほど暇じゃないですよね。うん、え、なんかありましたっけ最近。いや、サブローが、あー、楽天に、はい、そう、楽天にまたサブローさんが、ね、あ、何でしたっけ、ファームディレクターに8日に就任するという発表があって、はいはいはい、ね、見ました見ました、はい、ネットニュースで、はい、ね、結構びっくりしました。だからね、あの、はい、多分去年まではロッテ あのシニアアドバイザーかな、はい、うん、やってて、であの、まあ、僕もロッテスペシャルアドバイザーやってて、はい、あれ、まあ、一応1月から12月までの契約なんですよね、1年契約で、はい、でまあ、僕は2020年も契約更新したんですけど、はい、多分だからサブローはその12月 あの契約が切れたことでその8日の発表になったんじゃないですか。あ、なるほど、切れたタイミングで発表するって、はい、はい、で、まあ、あのサブは、はい、あの昔からそういうなんか GM とか、うん、そういうなんかそのユニオンもいてコーチとかそういうのじゃなくて GM とかそういうなんかあのチーム作りの仕事をやりたいって言ってたから前々から、はい、だからそのあのまああの去年前だったら、はい、なんか日刊スポーツであの高校野球のあの編成部長みたいな特集で、はい、あの甲子園ある時は記事載ってたりとかいろいろしたんですけど、多分そういうそのアマチュアとか、はい、そういうなんか編成とか、うん、そういうようなことに、まあ、興味があるって前々から言ってたから、だからその興味があることのでちょうどオファーがその興味があるオファーが来た時に、はい、まあ、別にロッテじゃなくてもそれはまあやりますよねっていう、うん、普通にやりたい仕事だったらまあ場所関係なく行きますよね。そうです。でこういうのも全部タイミングだから、はい、そのなんていうんですかね、その一瞬を逃せば、はい、もう次来ないかもわかんないし、はい、でそのファームディレクター、あの多分平石前監督がなんかどうって言われてた役職ですよね、はい、確か監督の後にそこにつかないかっていう、でそれを断ってソフトバンク行って、だから多分だからあの石井和さん GM も、はい、その多分そのポジションは必要だと思って、だから平石前監督のためにわざわざ作ったポジションじゃなくて、そのポジションが必要だと思って作ったところに平石前監督をそこに行ってほしいなと思ったところ断られたから、誰か適任者を探したんじゃないですか。本当に必要なポジションって思ってるんですね。そうもともとね、だから作られたポジションじゃなくて、多分必要なそのチーム強化においては必要なポジションだっていうところを思ったっていうところが、はい、まあ、一番まず分かったかなっていうところもあるし、はい、でそこであの多分サブローをそこにっていうところで、まあ、オファーして、はい、でサブもそういう仕事をやってみたいっていう意思もあったし、はい、あの話も聞いてたし、でもそういうあったんですか、タイミングがね。ファームディレク
ターって実際どういう仕事なんでしょうね。だから1、2軍の情報の連携とか、はい、あとは育成の、こう、なんていうんですかね、まあ、僕も詳しい話は分からないですけど、うん、その、やっぱチーム内の情報共有の仕方をしっかりするポジションの人じゃないですか。はい、ああ、なるほど。だまあ、1軍の監督と2軍の監督で、なかなかね、全員が全員意思疎通しっかりできてたりとか、うん、できないところもあるから、その客観的に、はい、だもしサブだったら、その多分楽天に、まあ、今回初めて行くわけじゃないですか、はい、で、そうなってくるとあんまりこの固定概念ないと思うんですよ、うん、で選手に対しての個人的な好き嫌いとか、はい、そういう偏見もないと思うんで、フラットな目線でそのチームに足りないところとか、うん、2軍選手あとは育成選手のいいところとか、うん、こういう選手の方が1軍でフィットしやすいとか、うん、こういう風にした方がもっと伸びやすいんじゃないかとか、うん、チームでこういうの足りないっていうところを多分客観的に見えると思うんで、はい、逆にその固定概念なく楽天に染まってないからこそひょっとしたらいいんちゃうかっていうね。ああ、なるほど。確かにその内部にずっといた人だともしかしたら可愛がってきたからとか、そう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 、そういう思い出もしかしたらあるかもしれないですよね、うん、言うこと聞くとか、はい、そう、まあ人間だから、うん、まあその好き嫌いっていう好みが生まれるところで、はい、やっぱそのシビアにそこを判断して、いるいらないどうするこうするを決めれるのって、まあ、何気に色に染まってない方がシビアに決めやすいかもなんですね。そうですね。え、サブローさんってどうなんですか、性格的にはどんな感じなんですか。結構その親分肌的な、はい、だから何ですか、協調性あるんですよね、何気に。あ、私結構こう本当に一ファンとして客席とか、まあ、から見てる限りでは本当にクールで、うん、どちらかといえばなんか一匹狼的な、なんかこうドーンって感じなのかなと思って。面倒見ですサブ。あ、そうなんだ。あ、だから後輩とかも結構引き連れて、はい、いろんなとこ行ったりとかするし、はい、うん、面倒見はいいですよ。へえ、なんかその現役引退されてツイッター始めたじゃないですか。結構ツイッターとかも頻繁に更新してて、なんか私の中のイメージのキャラクターがちょっとどんどん柔らかくなってるんですよ、うん、今。まあもともと優しいよ。あ、そうなんですか。サブは。なんかそう、全然勝手なイメージだったんで。だからロッテの時も、はい、昔51年会っちって、はい、サブと僕同級生なんですよ。そうなんですか。サブは高卒で入って、はい、で僕は大卒で入って、はい、だからサブとかタスクとか僕とか高橋香とか池野とか信原とか、はい、しゅんちゃん入ってくる前ぐらいかな、2000年前後ぐらいによくシーズンオフにその51年生まれの同級生でみんなで食事会したりとか、はい、いろんなことしてたんですよ。1、2分限りなく、はい、っていうところもあるし、そういうなんか改まって2人でご飯するとかはなかったですけど、はい、多分そういう仕事を前々からしたいっていう思いだけは知って、うん、だからまあ僕が社長やりたいって言ってるじゃないですか、はい、だから僕が俺が社長でサブが GM だったらみたいなね、はい、ああ、なんかいいですね。同期でそういう同級生にする話して楽しいですね。だからその時に、はい、そのまあね、FA とかトレードの時も何回も言ったんですけど、はい、プロってプロ野球株式会社のどこ支店だけだから、はい、その中でやりたい仕事とか求められてる場所があったら、うん、そこの一つに、まあ、固執する人もそれでいいかもわかんないですけど、はい、万が一それで何も回ってこないんだったら、うん、自分にやりたいことがあるんだったらそこに行った方がいいですよね、オファーがあって。いや、全然その場所にこだわる必要はそんなにないですよね、うん、だから日本もだんだんその石井和さんとかメジャー経験してる人とかがどんどん入ってきたりとか、はい、まあ、アメリカの文化とかアメリカのやり方とかどんどんまあ日本に伝わってきて、そういうなんかこう古巣とか、はい、あとはそのチームだけとかっていうところが、はい、どんどん薄くなってきて、まあ、逆に言ったらいい方に行ってんちゃうかなっていうね、いろんな人を集めて、だからジャイアンツとかね、石井拓郎さんとか、はい、ジャイアンツ今まで1回もユニフォーム着たことない選手でも着たことないけど、はい、今年からコーチに入ったりとかするわけじゃないですか、はい、だからそういう球団の垣根を越えて、はい、適材適所で求められてるところに仕事があるって、はい、いいですよね。しかも本人も望んでることだし、そうですね。だから楽天今年どうなるのかかなり楽しみはありますね。めちゃくちゃ楽しみですよ。楽天対ロッテ本当面白くないですか。そうですね、はい。なんかこう見るとまたサブローさんってやっぱロッテのイメージが強かったので、また
まあ、ロッテと楽天の交流というか、そんなね、感じにも見えて。そうですね、はい、だから、まあ、負けられない戦いがあるっすね。それ俺一番のんき。一応スペシャルアドバイザーですからね。そうです、まあ、スペシャルアドバイザーの仕事を何やってんねやっていう人、はい、まだいると思うんで、はい、まあ、簡単に説明しますと、はい、まあ、僕は営業部に所属してるんですよね、はい、でそれの業務提携なんですよね、はい、業務提携委託の、だから僕の個人事務所のオフィス里っていう個人事務所の、はい、と千葉ロッテマリーンズが業務提携して、で僕がそれを担って仕事に行くわけですよね、はい、営業部に所属しててそのスポンサーさん対応とか、うん、あとはあのファンイベントとかだったりとか、はい、スポンサーさんの講演とかイベントとか行ったりとか食事会行ったりとか、いろんなその営業面でのその協力サポート体制の仕事がスペシャルアドバイザーです、はい、だからその編成とか現場とか、はい、一切携わってないんですよ、はい、だそこを勘違いしている人がまだ少なからずいるなっていうところはありますけど、だからちょっと外から眺めてられるわけですね。でそうそうそう、だ要は球団にお金を生むために頑張ってる仕事なんですよ。はい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 、だ内部だからすごくその内密にとかではないですよね。ないですね、球団にお金をもたらすためにのスポンサーさんのもとで僕が協力してスポンサーさん対応したりとか、はい、ファンサービスしたりとかっていうのをしてるわけですから、だからお金を持ってくる仕事なんですよ、僕。あ、なるほど。どっちかっていうと、まあ、サブロさんの場合はちょっとこう内部に入るって形になるんですかね。楽天に行きますか、はい、まあ、かなりなると思いますよ ね、 そのチームの強化と編成とっていうところでかなりそうなると思うんで、うん、まあ、でもやりたい仕事本人のね、 やりたい仕事だった時にタイミングよく来たっていうところは、うん、まあいいんじゃないですかね、はい、非常に。あのネットニュース見て、三郎さんって大村さんって言うんですね。そうそう、大村三郎さん。大村三郎さんなんです。なんかニュース、なんか大村氏はとか書いてあるんで、うん、大村氏まあ、なじみない人いるかもわかんないですよね、はい、だからあのロッテに入った時に大村岩尾さんっていう、はい、昨年までバッティングコーチだった、はい、ロッテ の、 あの大村岩尾さんっていう方がいたんですよね、はい、先輩 で、 それで大村三郎と大村大村でかぶっちゃうから三郎にしたらしいですけどね、はい、あ、そうなんですね、はい、あとはまあ詳しい話はしないですけど、はい、一郎さんとかもいたんで三郎ってこう、あ、なんか語呂が良かったんですか、はい、っていうのもあるかもかね、はい、でもジャイアンツに1回、はい、トレードされていった時は大村だったんですよ、はい、ジャイアンツの時は。あ、そうでしたっけ、はい、ジャイアンツ時代は大村っすで、ロッテで三郎ですか、はい、あ、そうなんだ、はい、でも三郎のイメージかね、太郎さんのね、はい、はい、まあ、あのイメージはありますけど ね、 あ、 ま、 ね、まあ、まあ同級生としては頑張ってもらいたいし ね、 そうですね、やりたいことがあるってことは逆にいいことだしね、はい、まあ、楽天もさらに注目しながら、はい、今年はですね、はい、まあ、まあ、去年8月のシーズン途中から始めたじゃないですか、はい、で、まあ、いろいろバタバタしててなかなかできなかったですけど、今年はですね、はい、生解説、はい、その YouTube で試合をやりたいですね、はい、やりたい、すごい面白そう、はい、だからロッテ対楽天とかね、めっちゃ面白くないですか。いいかもわかんないですよね。私選手の大体一言プチ情報みたいに言えるんで、いいっすね、入れてきますよ、本当、本当どうでもいいプチ情報なんですけど、ね、それでだから、まあ、副音声的な、はい、感じで ね、 いいね、この YouTube ライブっていうの、ライブ、はい、っていうので生配信して、楽しい、今年ではだからもし6試合やったら、はい、6次元解説とかいけるじゃないですか。え、何ですか6次元解説って。6試合あるじゃないですか、はい、だから別に、はい、あ、今は、なるほど、今仮にじゃあロッテ対楽天やってますけど、おーっとジャイアンツ対ヤクルトが動きありましたね、ちょっとそっち行ってみましょう全試合の、はい、全試合の、はい、はい、あ、ノーヒットノーラン継続中、どこ、あ、ソフトバンク対日本ハムもちょっとそっちに移そうかなとかね、はい、って言って、メインはどっか対どっかだけど、はい、うんうん、6次元、はい、6次元ないでしょ。いいですね、うん、だロッテ対楽天見ながら他の情報のプチ情報とかも得られるっていう、どんどん、どんどん入れていくっていうのを、今年はね、新たな試みを、はい、YouTube の可能性を広げていきたいですね。そうですね、はい、ちょっと挑戦していきましょう。そうですね、はい、ということでですね、はい、まあ、真っ黒な僕ですけどですね、はい、サズが黒すぎて話が入ってこないっていうコメントだけはやめてくださいまあね、サブは同級生だから、はい、頑張ってもらいたいなっていうところもありますし、私も楽天のために頑張ってほしいなと、はいはい、また今年もね、プロ野球楽しみなんで早く開幕来てほしいなと思います、はい。